どうも皆様いかがお過ごしでしょうか、うかでございます。というわけで今回やっていくゲームは季節を抱きしめてというね、パッケージに書いてあるとこうフルアニメーション、フルボイスのゲームということなんでね、まあちょっとプレイステーション1のソフトなんですが遊んでいきたいと思います。いきましょう。これ右上にディスク1って書いたんですけど、これね実を言うと2枚掛けなんだよね。ディスク1ディスク2あって、だから途中で変えるみたいなストーリーを、そんな感じですね。画面設定、はあ、ワイド1、ワイド2、16対9、ワイド2かな、そしたら、うん。で、それで文字のみ、文字音声、音声のみ、どうじゃ、文字音声にしようかな、じゃあ、セリフメッセージ。で、枠、なるほどね。じゃあ、半透明で。で、あと、壁紙は、なしでいっか。まあ、ありにすっか。どれとも同じっすかね。まあ、一応ありで。で、サウンドはま、特に他はいいかな。効果音。はい。チャンネルって何？ステレオ。はい。曲目。あんま関係ない。保存設定ってのは気になるな。セーブ処理途中ね。途中セーブはま、必要かな。はい。振動設定。オン。これでいいかな。じゃあ終了で。はい。設定を終了します。それじゃあね、早速やっていきましょう。季節を抱きしめて、初見プレイですね。恋愛ゲームっぽいっちゃぽいんなんだけど、どういうゲームなのか操作説明、はい。経過の、一度通った経路のスキップっていうのはまあいいか。とりあえずメッセージ送りとキャンセルだけ分かればなんとかなるかなっていう感じですかね。行きましょう。これ最初まず自分の名前決めんのかな、パターン的に。それとももう決まってるパーティーのやつなのかな。お。なんだろう、おー、想像以上に壮大な物語かもしれん。おー、チェリーブロッサム。これなんかオープニングでもなんかちょっとちょっとありましたもんね、こういう木の描写が。なんなんだろう、なんか大事なのかな。おああ。何？全然わかんねえな。どうしたのこれ。確かにフルムービーだけども。まあちょっとやっていきましょうか、とりあえず。はい、行きましょう。というわけでね。季節を抱きしめて。まあなんというかこう、気長に気楽にね、見ていただければと思います。ほう。あ、ほんとだ。ちゃんと声が。あ、これは俺のセリフか、多分。僕があの子と出会ったのは、この大学に入って間もなくのこと。ほう。ちょうど桜の花が咲き始めた頃のことだった。ほう。なるほど、なるほど。そういう入り方。おお。幸せだわ。あ、僕の言ったあの子とはこのトモコ、ほう、トモコのことじゃない。今僕の目の前にいるトモコは予備校時代のクラスメート、ほう。ってことは大学生ってことなのかな、おそらく。同じ大学に入れてよかったよね。大学生だね。まあね。きっと私たちってさ、赤い糸で結ばれてるのよね。ああ、赤い糸で結ばれてる。それは、そうだね。うん。そうだね。それじゃあ今までそれを否定してたのはなぜ？ずっと否定してたんかい。それを言われると。ほら見なさい。だから僕たちの中は？親友ってことで、腐れ縁。親友ということで、うん。親友ね。私はそれ以上だと。うわあ、もうなんだよ、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。何言ってんだよ。あ、赤くなってんの。見透かされてるわ。照れちゃって、かわいい。はあ、なるほど。トモコと知り合って以来、友達というか、恋人と言ったらいいのか、そんな関係がずっと続いたりしてる。はあ、なるほど。まあ、僕としてはどちらでも構わない。いやあ、構わないはダメだろう、男として。はっきりしないと。
でもトモコの方は僕のことを恋人と決めつけてるらしい。はあ、はあ、なるほど。うん、もっとも去年1年間の長くて寂しい浪人生活をクリアし無事に大学に合格できたのもこのトモコのおかげだと言えなくはないのだけれど。なるほど。何事に対しても明らかんとしているトモコ。ほう、僕にとって初めてできた仲のいいガールフレンドである。へえ。なるほど。結構俺好きだけどね、そういうキャ、なんかあの性格の人。ああ、桜切れたね。もう春なのにそんな神器臭い顔してないの。すんません。まさかまたあの子のこと忘れられないっていうの。あの子ってなんだろうね。違うってば。しょうがないな。なんなんだろう。欲しい？うん、ネオコーラ。お、ラッキー、いただきーということで。わあ、え、あのね、一体何を考えてんの。コーラのような刺激的なキッス。いやー、まあ、俺的には悪くないけどね。僕はレモンのように甘酸っぱいキスの方が嬉しいと言おうと思ってたんだけど、また、なんて突っ込まれるかわからないので、やめることにした。コーラのように刺激的な。お、ん？すごいなんかぶっといなー、あの木。なんだろう。お、死体！死体じゃねえ。え？見なかったことでしょう。大変だ！大変だ！死体、え？あ、どうしたの？え？ちょっと。なにこれ。ヒレン桜？の下に倒れていたのは、この辺りでは見慣れない制服を着た高校生ぐらいの女の子だった。生きてる？大丈夫？ちょっと。とりあえず女の子の状態を確認しよう。大丈夫？うん。おー、ちょっと。怪我とかはなさそう。ってことは生きてるってこと？大丈夫？うわー、いいの？そんな無防備に。おいおい、視点。なにこれ？え？太ももに小さな擦り傷。あ、そう。ねえ。この角度じゃよく見えない。いやー悪意にもう見せてるけど、あ、そう。この角度じゃよく見えないな。もっと足の方から見てみないと。ねえ。なんだよ。何してるの？いやー、なんか、え？うん、傷の確認気を取られていたためか、いつの間にか、女の子のスカートの中を覗き見するような格好になってた。ダメだろ、それは。これは決して狙ったわけじゃなくて。どうだか、いや、本当なんだって。ドキッ。私に黙って浮気した時、どうなったのか覚えてるわよね。いや、ドキドキギク。ね。はい。浮気なんてしたわけではない。もともとトモコは僕の恋人じゃないんだから。ただ、僕が悪友に頭数が足りないからって合コンに誘われて女の子楽しそうにしてるのを目撃されたことがあった。そしてその翌日、僕はトモコの恐ろしさと僕のことが好きなんじゃないかなってことが分かったのだ。でも僕はあの子のことをまだ忘れられている。ほう、あの子のことを。あの子ってなんだろう。おう、おい、どうした、大丈夫か。え、まゆって誰。とりあえず今はこの子を助けた方がいいよね。うん。お、よかった。意識はあるようだ。大丈夫ですか？ちょっと、何事ですか？ドキじゃないよ。バカ。浮気でしょ。え？ちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい。だーっ！無防備すぎるし、痛えし。ちょっと、あんたね。はい、この人は、ここで倒れていたあんたを助け起こしてあげただけじゃないの。そうだよ。え、そうなんですか。おい、おっちょこちょいめ、そういうこと。たく、いきなり蹴りだもんな。謝らんかい、こら。ごめんなさい。ああ、うん。私、痴漢だと。本当にすみませんでした。いや、あんなところで寝てる子の方が、誰が許すものか。許してもいいんだけど、可愛いから許す。なんだって許す。それが男であろう。あ、いや、うん、大丈夫。うん、こんな可愛い女の子に素直に頭を下げられると腹立たしさが一瞬のうちに消えてしまう。いやー、わかるよ気持ち。俺もダメなんだよ。女の子に頭下げさせちゃいけないと思ってるから、ある意味で。はい。ましてや、相手は僕の憧れだった、眉にそっくりな女子高生だ。
マユってあこ、あ、昔好きだった人ってことかな、やっぱり。忘れられない子っていう。まあ、間違いは誰にでもあることだろうけどね。痴漢に間違われといて、よくそんなこと言えるわね。まあまあまあ。あの別に電車内でね、そうやってあの痴漢だって言われて、なんかあんたち悪いタイプじゃないから、大丈夫。しょうがないだろ。それまで気を失ってて、目覚ましたらいきなり男の顔があったんだから。これ自分の顔は映らないんだね。私、なんでこんなとこで倒れてたんでしょうか。は？あのね、あんたふざけてんの？いいえ、ここはどこですか？なんで私ここにいるんでしょうか。何？記憶喪失的なやつ？ここは大学の校内で、君はどう見ても高校生だし、本当に何も覚えてないの？はい。ああ、そう。もう、記憶喪失じゃあるまいし、大人をからかうのもいい加減にしなさいよね。いやー、割とまず、ああ、大丈夫か？おい、ともこ！アルバイトあるんでしょ、アルバイト。まあ、バイト、うん。トモコに強引に引っ張られ、どうやらついていかざるを得ない雰囲気になってしまった。だけどあの子のことが引っかかる。特にトモコが口にした記憶ソースという言葉が、実際そうなんじゃないのあれ。あ、どうしたのよ。いやー、あの子大丈夫かな、うん、悪いやつに連れてかれてるかしないかな。そんなにあの女子高生のことが気になるんだ。いやー、じゃあそういう意味じゃなくて。さあ行こう。うん、ごめん、あの子のこと放っておけないわ。ごめん、ともこちゃん、ほんとごめんね。うん。あ、アルバイト遅れるわよ。すぐ戻るから。勝手にすれば。あ、私先に帰る。あ、ごめんね、いや、ごめん。悪い、ともこちゃんだって悪い子じゃないんだけどね。あ、ああ、憧れの眉にそっくりな彼女と二人っきりになって、僕はすごく緊張した。あ、少々お待ちください。ちょっと来客の方がありまして申し訳ございませんでした。じゃあ続きやっていきましょう。憧れの前にそっくりな彼女と二人っきりになって僕はすごく緊張したと。はい。うん、とりあえず名前とか覚えてないの本当に。そうだ。この子の電話番号を聞いてみよう。これどうしようかこれ。まあ、電話番号を聞いてみようって言ったって覚えてないんでしょ多分。で、バイト先の電話番号教えても仕方ないし、じゃあ、仕方ないから、じゃあ僕の部屋の電話番号教えようと。え、料金滞納でもうすぐ止められそうなの家の電話、マジか。それなら、どうしたん？おう。これ、バイト先の電話番号教えちゃったよ。もし何か困ったことがあったら電話していいから。バイト先に？あ、そう。悪いんだけど、バイトへ急いで行かなきゃいけないんで。それじゃ、困ったら電話せえと。ああ、本当はもっとずっと喋っていたかったんだけれど、どんどん膨らんで緊張感がそれを遮っていた。言いたいことだけを一気にまくし立てて、僕は彼女の前から逃げるように立ち去っていた。なるほど。ねえ君、ちゃんと家に帰るんだよ、あなた。私、記憶喪失なんですか？本当に記憶ないのかな、やっぱり。てかそもそも記憶がないから記憶喪失ということすらわからないのか。はあ、何それ。それ俺が落としたやつじゃないそれ。これまでの思い出を記録しました。あ、セーブね。はいはい、なるほど。こうやってセーブしていくわけね。おー。はあ、じゃあ一応データ1にセーブしておきます。はっはあ、なるほどね。こうやって、ゲームを続けますか。クリア 3.27%。なるほど。これからまあ頑張っていきましょうか、そしたら。夜ですね。これは、何バイト、あ、ここが僕のアルバイト先であるタウン情報誌の編集部。あ、何そういうバイトしてるんだ。僕はその雑誌の中の星占いのページを任されていた。結構重要じゃね。実を言うと僕には占いの知識なんて全然ない。知ってるのは十二星座の名前ぐらいのものだ。なるほど。俺十二星座の名前も全部言えるかっつったら言えないかもしれない。にもかかわらず僕は星占いの文章をちゃっかり書いたりしてる。マジか。はあ、ここだけの話、このタウン誌の星占いの内容は何の根拠もない。まるっきりのデタラメなのである。はあ、ラッキーもアンラッキーも全くもって僕の気分次第。しかし世の中わからないもので、なんと僕の星占いのコーナーがこのタウン誌で一番の人気コーナーだったりする。へえ。じゃあ占いの記事読んでみようか。お羊座、
なるほどね。僕、大牛座なんで、じゃあ、大牛座見ましょうか。ほい。ああ。大牛座のあなた。引っ越しや転職に最適な時期。はあ、なるほど。今こそ気分一新して人生のリフレッシュを。マジで。素敵な家具はリビング松原へ。なるほどね。ちゃんと広告も入れてんだ。はあ。愛情運はいいんだ。もう、他全然ダメだな。ああ、いいや。それが分かればいい。はい。何も読まない。なるほどね。今は締め切り間近、間際。だから忙しいはずなのだが、遅刻にうるさい編集長はさっさと早退してしまい、今は僕一人。もっとも誰もいない方が仕事がはかどっていいんだけど。あなたにとって大切な人。眉。眉ってなんだろうね。あ、僕が高校時代憧れていた片思いの同級生。ははは、なるほど。ちょっとうっすらと顔が見えるね、これ。はあ、でもちゃんと ある意味ちょっと見えないようにしてる感じがなんかいいかもね。お。ここはどこですか？なんで私ここにいるんですか？マジで記憶ない。気になってるだろうな、そんな子に会ったら。はあ。思わぬ出会いがあなたを待っています。それがあなたにとって大切な人になるかもしれません。第一印象が大事です的な？大切か。はあ。まあ、そりゃそうだわな、普通。身だしなみに気をつけましょう。僕こんな、気をつけて、あ、僕なんかこんなタイピング早くないよな。もうちょっと下手くそなんで。あの子まさか！あの子を探そう。仕方ない。けど手がかりなんて。電話番、どうしよう。とりあえず電話番号つっても彼女の電話番号聞いてねえべや。そしたらとりあえず、あの桜のとこ行こう。うん。なるほどなるほど。バイクで行くわけね。手がかりなんて全くないけど、出会ったところから根気よく探すしかない。そんな見つかるもんかね。もう危ない危ない。おいおいおい、俺免許持ってるけどそんな安全な運転して、安全、もっと安全な運転するぞ普通は。おお、桜。誰かいる？さすがにいないか。そうだよな。こんな時間までこんなとこいるわけないよな。それにあの子、記憶喪失で決まったわけじゃないし。それにしても、なんでこんなとこ倒れてたんだろう。まあ、確かに。なんかあんのかね、そういうヒントみたいなもんが。あれ？なんでこんなとこに花びらが。ヒレンザクラの開花はまだ遅く、まだつぼみのままだった。じゃあなんで花びらが置いたんだろう。どこの桜の花びらだろう。風で飛んできたのかな。まあ、今年はまだ花を咲かしてないし、大学の方からかな。不思議だ。占いなんて信じない僕だけど、この花びらがあの子の場所を教えてくれそうな気がして。ポケットにしまうんだ。なぜ？まあいいけど、俺なんか、そういうの忘れて洗濯しちゃいそうで。これ怖いよ、これ。もしなんか事故に遭ってたりなんかしたら、あるいは事件に巻き込まれたりとか。どこ行っちゃったんだろう、あの子。事故や事件に巻き込まれてなきゃいいんだけど。ほんとそれだよね。一体どっから探せばいいんだろう。この時間まで空いてる店なんてそうないし、女子高生ぐらいの子が一人で行けるところなんて。カラオケボックス、喫茶式、深夜営業の深夜営業の書店行ってみるか、とりあえず。うん。そこ行ってみるか。書店に行けば何かあるかも。なるほどね。ここで旅行雑誌とか眺めていればどっか知ってる土地が出てるかもしれないから。なるほど。女子高生らしいのは、プリントシール機。プリクラね。はい。プリントシール機って言うんだね、以前は。以前は言ってたんだね。はい。集まってる女の子たちぐらいだ。ここにはいないか。じゃあどこなんだろう？いないんだ。となると、あとどこ？あの子どこ行っちゃったんだろう？
もうサイレンとか鳴らさないで超不安になるから。ん？え、女子高生マジで？やばくね？まさか。え？誰だ？まさか。おお！あ、よかった。振り返ると、そこには昼間のあの子の笑顔があった。あった、なるほど。ああ、どうしたの？これは、あ、これ俺の本だ。ああ、どうも。持ってきてくれたんだ、ありがとう。お礼を言うのは私の方です。このタウン誌のおかげで、ずいぶんこの街の様子がわかりました。ああ、そう。勝手に読んじゃったってことなんですけど。まあ、別にいいよ。記事を書いている僕としては、タウンボックスを読んでくれるのはとても嬉しいのだが。じゃあ、まあ、売るのもあれなんで、あげるよ。うん。本当ですか？いいよ、プレゼントフォーユーするわ。で、気に入ったお店とかあった？お店じゃないんですけど、星占いのページ。え？星占い？あ、俺が書いたやつ。占い師さんのあったかさが感じるんです。あ、マジで？この占い読んでると。やれい！面と向かって褒められると素直に嬉しい。でも？わからないんです。なんだ、それぐらい僕が教えてあげるよ。誕生日はいつ？それが問題なんです。あ、何か大昔のような気もするし。そっか、それがわかんないのか。前みたいだなって感じもするし。はあ、わかんないんです。わかんない。これも記憶喪失なんです、多分。あ、そういえばそうだったねって。記憶を落とすって表現がすごいね。ごめん、変なこと聞いちゃって。うん、全然。それより私の占い見てみたいな。適当に誕生日決めちゃおう。え、適当に誕生日決めちゃうの？じゃあまあいいや、とりあえずね、一旦次回へ行きます。お楽しみに。じゃあね。この野郎、そんなパフォーマンスはさせない。あはちょっと審判邪魔、審判ごめん。審判邪魔。いやー、もう反則にならない。やりすぎると反則なのかな、きっと。てか、十分、審判に一発二発お見舞いしただけで、十分もう、反則ですよね。さっき完全に、だって審判を握ってた、掴んでたもんね。攻撃前に。おら、あー！